思い出深いことといったらいっぱいありますけど、まあいくつか、申し上げたいと思います。まあちょっと憲法の話されましたけど、私初当選した頃からやはりあの国政の場で政治家として活動するという場合、憲法問題っていうのは避けて通れないだろうと思って最初からそういう思いを持ったんですけど、ところがまあなかなか憲法のけの字も言ったらもうそれだけで役職を辞めさせられるみたいな時代が続きましてね、ずっと実際問題として僕は防衛庁長官をやりましたけど、はい、僕の前任者は 中西圭介君というのが記者会見かなんかで憲法のことにちょっと触れたらですね、それが命取りになっちゃって辞めざるを得なくなって、で僕はその本当に急遽ピンチヒッターでその後を継いだというような経緯がありましてね、それを思いますと本当に時代が変わったなと思うんですけど、まあとにかくだけど憲法の中身のことを言い出すときりがないんだけど、国民が自ら決める、まあ今民主主義ですから国民がその主権を持っているんですけど、その主権をの使い方が普通は議員を選ぶ、それからまああるいは市町村長県知事とかっていうのを選んで、あとはお任せでしょ。そうですね、唯一憲法だけはね、国民が自ら決めるんですよ。賛成か反対か、意識がものすごく変わるはずですよ。民主主義というものの意識が、それをやらなくちゃいけないと。内容もまあ触れるとキリがないですけど、一番その憲法改正、憲法の問題で、国民に大きな影響を与えるのはそのことだと思うんですね。これはもうそれこそ誰かを選ぶんじゃなくて憲法の草案が出てきますから、それに対して賛成か反対かっていう国民自らそれに対して判断をするわけですからね。そういう意味で憲法は早く そういう場に載せたいというのが強く持ってますけど、まあそれはそれとしてですね、この僕は39歳で初当選、約30数年国会議員にやってたわけです、はい、間に落選もしましたんで空白もありましたけど、その間にですね、それこそ戦争とかそういうことはありませんでしたけど、まあ政界は、まあ、ある意味で言うと戦争権力闘争の世界ですから、いろんなことがありましてね、思い出はもう尽きないわけですが、まあその中で政治家をやらせていただいたことによってですね、出会える人に出会ったと。逆に言うとそうでなかったらとても出会えないような人に出会いがありまして、その典型が田中角栄先生、まあこの人に、まあこの人なんて言っちゃうけど、この先生にですね、いろんな意味でご教授をいただいたというのは、僕の人生振り返ってみてものすごく大きなことがあったと。こんな人が世の中にいるのかと思うような場面場面でですね、感じましたね。まあ、話がこうがらりとあれしますけれども、じゃあ国会議員として何をするのが役割かと、ものすごく大きな役割がですね、官僚に対する陳情なんですよ。で、民主主義で国会がその最終的な最高機関だと言いながらですね、日常のその政治家としての仕事の大半はね、官僚に対する陳情なんですよ。一体これでいいんだろうかという思いはずっと最後まで持ち続けましたね。やはりそれでいいわけないんでね、その辺のバランスをどうするかというのが大問題ですね、はい、今は逆にその官僚をそれに行き過ぎちゃったところがあって、官僚がすっかり元気をなくしてしまって、官僚の職に元気を出してもらわなくちゃいけない、それは政治の責任もあるんですけど、ですからバランスは難しいですけど、うん、僕の実感がありますと官僚に対する陳情が仕事だったなと、やっぱりそれじゃダメだなと。普通の法律ですとね、官僚とこう一緒にこう原案を作っていって、それで国会出すわけですね、はい、だけどその憲法だけは役人に相談しながらって話じゃないわけですよ。そういう意味でもね、政治家がやっぱり、主体を持って取り組むっていうのは憲法の問題ですよね。まああちこち話が行っちゃいましたけど、
そう、ずいぶんいろんなことがありましたね。選挙制度が変わったわけですよ。中選挙区から小選挙区に、はいはい、そうですね。これにはずいぶん大きな抵抗や議論があって、なかなか簡単ではなかったわけだけど、結局 小選挙区制変えた。で、私はそれを推進する方の、まあ、一人だったんですけど、今から考えるとね、失敗したなと思ってますね。今の現行の制度っていうのはやっぱり、まあ、当初言われたんだけど、その通りになってきた。要するに政治家のスケールが小さくなっちゃった。サラリーマン化しちゃった、あれ見ると。だからそういう意味で言うと、やっぱりこれ選挙制度っていうのは元の方が良かったんじゃないかと。今更元に戻すっていうのは簡単ではないですけど、元のいわゆる中選挙区っていうのは同じ政党の中で争うんですよね。これはものすごい争いでね、そういう中でお金もかかったり、親分子分の関係が出てきたり、派閥ができたりという弊害がいっぱいあって、だからそれをなくすためにということだったんだけど、それは確かに小選挙区制度にしてから非常にゼロではないけど、かなり少なくなりましたね。ところが本当に選挙になる前にね、党でそれぞれ候補者を決めてしまうでしょ、はい、新しい人が出てくるっていうことが非常に難しくなってしまった。その最初 の党の候補者を決めるというのがまた密室の中のみたいなところがあってね、なぜこの人なのか、なぜこの人ではないのかっていうのは分かんないわけですよ。だからそれは一番の結果の一つですけど、でもまあとにかく元の選挙制度だと本当に大変でしたね。まあ、具体的な名前を言って恐縮ですけど、僕の選挙区っていうのは言われて宮城一区、ここからはですね、三塚博さんっていうのが出てた。はい、まあ後々三塚派という派閥を率いて僕ら大臣やったり、まあ、いろんな要所を務めてですね、これと争うのっていうのは大変でしたよ。もうでもその中でものすごく鍛えられましたね、いろんな意味でね。ところが今の政治家はね、そういうあれがないんですよ。公認を取ればもう大体もう決まりみたいなもんですから。だからやっぱり今の政治は本当にある意味言うと悪くしちゃった。スケールがちっちゃくなっちゃった。政治家をこう思い出しても、今安倍一強って言われてるけど、昔はそうじゃないですか。もうすぐそばに、すぐ後に腰淡々と狙ってる人が何人かいてね、何かあるとすぐ取って代わるわけですよ。そういう緊張感のもとにやってたわけです。だからそういうああいう 時の総理大臣は大変だったと思いますね。国政もそうだけど、その中でもいつも緊張してましたね。まあちょっと様子が変わってしまって、今の政界全体がこうなんかこう沈滞ムードみたいなのが正直言ってあるなと思ってならないんですけどね。もう思い出ばかり語ってる人いっぱいありますので、はい、まあその程度にしておきましょうかね。そういろんな言い方ができるかもしれませんけど、先ほども申し上げましたけど、僕がその人生で振り返って一番大きなインパクトがだったのは、田中角栄先生にお会いして非常に身近にいろいろとご指導いただいたということだと言いましたけど、その田中角栄っていう人、まさに政治家のあるべき姿の典型みたいな人でして、どういう点かというと、ここを少し分解して言いますとね、まずはものすごく繊細な神経の持ち主でなきゃダメなんですね。政治家っていうとこうドーンと構えてよしよしみたいな感じに受け取りがちですけど、実際はそうではない。一番大事なことの一つは繊細な神経。それからやっぱり政治家って自分一人でやるわけじゃなくて、人を動かすっていうのが仕事でしょ。人を動かす力がなきゃいけないと、そうするとそれなりのそのなんていうか、そのトークというか、そういうものがないといけませんね。もちろん政治家、そうすると政治家っていうとそのすぐ政策が大事だとかって言いますけど、
政策だったらね、それは政治家じゃなくたっていいんですよ。学者でも何でもいいんですよ。問題はそれをこう実際に実行していくこと。これも田中先生のこのですけど、決断と実行っていうのがキャッチフレーズだったでしょう。まさにそうなんですね。決断しなかったらいけない、それはもう政治家が決断しなきゃいけないっていうのは随分ありますよ、世の中にね。そしてそれをこの実行に移さなきゃならない。それ人がやるわけですから、人を動かす力がなければ大事な点が欠けるということになってしまうと思うんですね。まあそれからいろいろとその時代によってこう変わってきてますけど、最近ではやはり政治家に求められるものの大きなものの一つ、国際性というか、これからの日本を考えると特にそうですね。従来はアメリカの後をついていけばよかったわけだけど、もうもはやそういう時代ではありませんし、ですから国際感覚というか、なんかそういうものが必要になってきますね。やっぱりその先ほど言いましたように、非常に魅力のある徳のある人物である必要があると。それでその人が持つものの見方っていうのも、やっぱり天下国家を考えるっていうことがなきゃいけませんよね。国政ですから。それはいろいろ政治家にもいろんなところがあるから、地方の政治家はその地域の問題を考えればいいわけだけど、国政の場ということから言いますと、やっぱり天下国家を考えるっていうのがなければ、目先のことばっかりやってたんじゃやっぱり落第だと思うんですね。政治家に求めるものってずいぶんありますけど、まあ思いつくことだけ申し上げますと、そんなところでしょうかね。